はい、藤見でございます。よろしくお願いします。今日は初めましての方ばっかりで、こみちゃんとわっつってますね、だけです。あと、けいこさんとトールさんと、どうですか、知ってる？ああ、知ってます、知ってます。今日はですね、見えないか分からないですよ。サマさん、分かんないです。分かんないか分かんないけど、一応けいこさんの声、けいこで見えますか、ね、けいこさんの声、Tシャツです。ケイコって書いたんです。ケイコって書いたんです。なんで好きなアーティストのたまたまケイコさんが来てました。はい、すみません。藤見でございます。今日はたくさんいらっしゃるということで、私は大阪から、オリジナル曲を中心にやってるんですけどね、被るのも怖いものですから、今日はオリジナル曲になってるんです。1曲目はフレンチトーストという曲。Yeah.
ミケのね、あ、みんな知ってますか、はい、すいません、先々週東京の方にちょっと行ってきまして遠征してきまして、ちょっとまあ、そんな話はどうでもいいですね。次は風あたりという曲なんですけども、今年作ったばっかりの曲でございますが、風が強いなぁと、人の風あたりも強いなぁと思いながら作った曲でございます。隙間に入った風が歌う
弱さを呼び込んだ風に聞いてみた僕にどうして叶うのか自分が強くいるのために当たるのはやめてくれ風が吹いてきたこの僕に吹いてきた吹き返すことで傷とも飛ばされぬよう踏みしめた風当たりということでございました。結構前の方たちが知ってる曲をやってくれたんで迷惑かけないぐらい歌ってまして発声練習をしてありがとうございます、僕の場合誰も歌えないと思いますけどそこはご勘弁。では歌えたらいいなというところ夜どりなく流れる毎日早いとつぶやくのはもう飽きただから少し口ずさんでみようずっと前に好きだったあの歌を帰り見ると未熟な自分羨ましいと思うのはもうやめた違うんだなと喜んでみようずっと歩いた道に価値あることを車窓からの流れる景色の中それぞれの暮らしがあるように過ぎ去った時代の僕らにも歌になるような出会いがあったよねそんな歌を歌えたらいいな例えば大笑いしたあの夜をそんな歌を歌えたらいいな例えば真剣に語り合ったあの日々を願いのような歌があった
んな歌を歌えたらいいな。例えば笑いしたあの夜もそんな歌を歌えたらいいな。例えばあの日確かに見た自分を思うそんな先ほどあんまり水飲んだことないとおっしゃってましたけども、バテバテで。ではあと2曲とすいません、知らない曲かもわかりません。同じ空同じ曲という、同じ空、同じ空同じ時間という曲でございます。でこれ声がひっくり返る確率が30% ぐらいございますので、そこはひっくり返ってもアジやと思って。僕も同じ距離
しを浴びれば気持ちがいいなんて、いつもそんな時ばかりじゃない、時には控えか潰したい時もある。ああ二人がどんなに離れていようとも、この空はどこかできっとつながってるはずさ。遠くに見える空が違う、では最後の曲、これからじっくりと見させていただきたいと思いますが、最後の準備、最後の曲は、書店の前という曲でございまして、まあ聴いていただいてこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。藤見でした。You know
探してみる現れるわけないけれど君さやめられないんだああ遠くから焦って走ってくる君を見つけた気がするんだ約束の Gracias.